それでは稽古を再開しますぞ。いくつか目標を定めましたので達成してくだされ。まずは戦いの基礎をおさらいしましょう。指示に従って彼らを倒してくだされ。殿下、これをお使いください。恩義を守るのに役立つかと。なぜバフリーズは遠征に同行しなかったんだ。おかげで毎日稽古に付き合わされて散々だ。ここ王都エクバターナの守護がこたび私に。与えられた任務です。生き延びるシタニアのみならず東方の国々もこの都を狙っておりますゆえ油断はなりませぬ。攻撃の基礎はできておられますな。次はこの老骨がお相手いたしましょう。こちらを献上いたします。どうぞお受け取りくだされ。さて、次はどうですかな。私は光
かない。なすべきことを果たすまで。当たってくれ、今だ。さて、次はどうですかな。私の攻撃を防いでくだされ。うん、防御もお見事ですな。私の攻撃を避けてくだされ。さすがは殿下、良い動きでしたぞ。では応用と参りましょう。うまく敵の隙をついて攻撃すれば相手の体勢を崩せます。それでは私を相手に試してくだされ。父上は私には厳しい言葉しかかけてくださらない。母上には昨日も稽古の話をしたが冷たく打ち切られてしまった。陛下は豪遊の誉れ高きお方ですが、それも基本をしっかり学ばれたゆえでございます。しかしそれだけで父上のようになれるとは到底思えぬよ、ファフリーズ。おお、素晴らしいですな。これで最後です。全力で私を倒してください。無茶を言うな、バフリーズ。勝てるわけがないだろう。私に勝たねば稽古は終わりませんぞ。学んだことを発揮すればよいのです。当たってくれ。私が立派な王となるため励み続ければ、いつかは父上も母上も認めてくださるだろうか。立派な王とは何なんだろうな。成長されましたな、殿下。お主が鍛えてくれたおかげだ。ありがとう、バフリーズ。